こんにちは、野菜の日チャンネルです。今回は私のキッチンリセットをご紹介します。毎日やることと日課に一度ぐらいやることを一緒にご紹介していきます。油汚れの食器などは食洗機に入れて、残りは手洗いします。その前にスマホのアプリで掃除を開始します。ロボット掃除機を動かします。このアプリを使えば外出していても掃除機の操作ができるので、すごく便利です。このロボット掃除機が来てから掃除の手間が省けて時間が増えました。ロボット掃除機は2代目なんですが、最初のロボット掃除機に比べるとかなり性能が良くなってきているなぁと感じます。長いブラシの部分が動いて、角のゴミもきれいに取ってくれます。このニーボットは水拭きも一緒にできるんですよ。特に料理教室の前日と終わった後は念入りに掃除をしたいので、時間がなくてもきれいな状態を保てるようになりました。洗い物をしている間にロボット掃除機を稼働させて、キッチンがきれいになると床もきれいになります。足元の近くに来ても、障害物を察知してぶつかることなくスムーズに動いています。今日はたくさんの料理やパン作りをしたので、洗い物が溜まっています。このチャンネルでいつも紹介しているパン作りに欠かせない容器ですが、容器に貼り付いた生地は最初に水でふやかして、そしてカードでしっかりと取ってから洗います。生地の貼り付いた容器を直接スポンジで洗ってしまうと、スポンジに毛玉のような小麦粉の塊がついてしまって、なかなか取れないんですよね。汚れが取れたら、スポンジでさっと水洗いすればきれいになります。シンクの中が片付いたら、細々とした小物類や蛇口の水垢をきれいにします。洗剤などの底は意外とすぐに水垢が溜まりやすいので要チェックです。100円ショップなどで売っているこのようなブラシが非常に便利です。水で流しながら洗うとすごくきれいになります。洗剤をつけたスポンジでシンクの中を洗います。パン作りをした時は小麦粉の塊などが張り付いて、水を流しただけでは取りにくいので、手で触ってザラザラしている部分がないか確認しながら洗い流します。小麦粉の塊は放置すると硬くなって、なかなか取りにくいので、1日の終わりには必ずきれいにしておくと、次の日が楽です。ついでに蛇口も磨いてピカピカにしておきます。ゴミ受けのネットを取り替えたら、排水口の中もブラシできれいに洗っておきます。蓋などもきれいに水洗いします。これは毎日やっておくと、水垢やぬめりなどがつきにくく、いつも清潔にしておくことができます。汚れが落ちてきれいになったら、3日に1度の割合でスプレー式の漂白剤で黄ばみを取ります。何箇所かスプレーしたら、ブラシで全体に伸ばして10分ぐらい放置します。こうすると少量の漂白剤でもきれいになります。その間にクッキングヒーターの掃除をします。これも毎日の日課ですが、目地の隙間に汚れがたまるので、爪楊枝を2本一緒にして、かき出すようにしています。毎日やると簡単に取れてすっきりします。汚れを取った後はきれいに拭き掃除をしておけば汚れがたまりません。作業台は水で落ちる激落ちくんスプレーを振りかけて拭いています。こんなに汚れていたのかと思うほど汚れがきれいに取れます。そのままオーブンの取っ手や表面などもきれいに拭いておきます。シンクの漂白剤を洗い流します。こんな風にすっきりときれいになりました。掃除を完了しました。充電に戻ります。掃除機は掃除が終わると勝手に充電ステーションに戻ります。この掃除機は充電ステーションの上に
ゴミパックがついていて、自動でゴミ収集をしてくれるんです。これは前のロボット掃除機にはなかった機能なのですごく気に入っています。ゴミ収集を開始します。ゴミ収集を完了しました。最後に薄めた漂白剤に布巾をつけ込んで、これでキッチンリセットが完了です。すごくすっきりして、明日の料理教室もこれで安心です。今日は私のキッチンリセットをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。